ウッドフレンズ森林公園ゴルフ場は愛知県尾張日市に広がるゴルフ場である。1954年、名古屋にはゴルフ場が名古屋ゴルフクラブ和合コースだけしかなかった。先頭に立って推進したのが愛知県知事の桑原美希ねだった。1954年10月愛知カンツリークラブ東山コースが会場された。桑原はこれからのゴルフは大衆化する。 日本のゴルフが遅れているのは公営のパブリックコースがないからだ名古屋にベスページステートパークゴルフ場のような公営パブリックを作ろうと動いた愛知県森林公園内に新たなゴルフ場の建設に向けて経営母体森林公園ゴルフ協会を設立したゴルフ場の建設用地がある愛知県森林公園は植物園、野外演舞場、テニスコートなどの施設があり 東コース18ホールと西コース18ホールが計画された。コース設計を依頼された上田治は全長、起伏とも申し分なく、適所をガードするハザードの所在によって、真に枝を磨くに、遺憾なきコース、パブリックチャンピオンシップコースと語った。1955年12月1日、東コースパー72、西コースパー72のゴルフ場が完成。 開場された。2013年4月、ゴルフ場名を森林公園ゴルフ場から、ウッドフレンズ森林公園ゴルフ場に、名称変更された。郵便番号488-0081愛知県、終わり日市大和新居5182-1、鉄道道路。ありがとうございます。